ポチッとな。あのマリキューさんの磯目でパワー磯目ソフトを使ってハゼを釣っていきたいと思います。はい、マルキューさんのソフト磯目でハゼが釣れました。ハゼです。よいしょ。反応はあるでしょうか。おなんか食いましたね。針にかかってくれてなかった。もう一回。浮きに当たりがありますので、ちょっと動かしてる方がなんかいいみたいですね。加えてくれませんね、なかなか。浮きには確かに当たりがあります。やっぱり匂いとか違うんですかね。あ、餌が半分欠けてる。餌はね、かじられてなくなってますね。マルキューさんのもうちょっと足しますかね。長いのでちょっと切ります。ハリスはダイソーさんの浮き釣り仕掛けセットというやつですね。二本針で、あとこの針がですね、ひねり針なんですよね。なのでまあバレにくいというか、刺さったらバレにくいっていうことで、なかなかね優秀なんですよね。針も、まあ、1日持ちますし、針の刺さりすごくいいですよね。一回マリキューさん見つけましたんで、どうなるでしょうか。ね、今ですね、猫ちゃんが待ってるんですよね。にゃ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 、横でね猫が待ってるんですよ。釣れるのを待ってるんですよね。釣れました。マリキューさんのパワーイソメでシマイサキが釣れました。餌取りですね。ハゼがダブルです。すごいです。マルキューさんの
磯目パワー磯目ソフトを使いました。こんな感じでぽっくり、あ、こういう感じです。ちょっと返してくださいね。こんな感じでですね、マリキューさんのパワー磯目を使いました。擦れました。こんな感じで通し刺しで引っ掛けます。そしてこっちの方はですね、はい、ハリで釣れます。はい、あーっ